高校生活は勉強？部活？それとも学校行事？迷っているあなたには文武両道の新しい進学校として近年大胆な学校改革で注目の千葉明徳高等学校を紹介します。1925年千葉淑徳高等女学校として開校、男子部創設を経て1974年に男女共学となりました。明徳という校名は人が生まれながらに持っている優れた人間性を引き出し輝かせるといった意味です。現在は行動する鉄人の育成を教育目標に様々な学校改革を推進しています。行動する鉄人とは高い知識と見識のもとで独自の判断力や意見を持ち正しい行動ができる人のことです。千葉駅から京成千原線で約10分、学園前駅を出たらすぐです。路線バスや朝夕の通学時間帯には本校生徒専用の直通バスもあり、通学の便はとても充実しています。緑に囲まれた広大な敷地の中に様々な施設が整っています。学校改革の一環として情報機器の導入に力を入れ ICT 化を推進しており、電子黒板やプロジェクターを活用した授業などテンポの良い先進的な授業を行っています。2017年度入学生からは全コースで生徒が1台ずつ iPad を持ち、あらゆる学校生活で活用していきます。図書室には約2万冊もの蔵書があります。中学校校舎屋上には本格的な天体ドームを設置、生徒ホールは学食を兼ねており、生徒たちに大人気です。生徒個々の高校生活の充実と目標大学合格に向けた学習指導のために4コース制をとっています。国公立や最難関私大を目標とする特別進学コース、勉強と部活動にバランスよく取り組む文武両道の進学コース、指定部活動で実績にこだわるアスリート進学コースと、中学校から6カ年一貫教育の中高一貫コース、すべてのコースで大学進学を目指した学習に取り組みます。また近年注目されているグローバル教育にも力を入れています。真に使える英語力を育成するためにネイティブ教師によるオーラルコミュニケーション授業や GTEC、英検、TEEP、TOEIC などの語学検定の受験指導を個別に行っています。何か特別なことをやっているわけではないんですけども、毎日の授業の中で何ができるようになって何でつまずいているかというものを明示してやることがとても大事なのではないかと思っています。本校の目指す人間像は行動する鉄人なんですけども、とりわけ国際社会においては本校で培った英語力もしくはそのコミュニケーション能力を十分に活用してもらって、本校の目指す人間像を十分に実践してもらいたいと思っています。 Be brave. Don't be afraid or embarrassed about making mistakes. Speaking English is a skill. And if you're afraid or embarrassed, it means that you won't speak out, and therefore you're not practicing your skill. If you want to get better, you have to practice, just like baseball. You have to swing and you have to miss in order to improve. So I'd say to students,Be brave, make a mistake, try again. Students should be curious. The world is a big place and it's full of a lot of different peoples and cultures. Sometimes we have images in our mind as to what these people are like, but we shouldn't stop at these images. We should look deeper. And if we look deeper, we will get a better understanding of other cultures and other people, and this will help us understand the world which we live in.修学旅行はコース別海外研修旅行と称し、
特別進学コースは2年次の夏に2週間のオーストラリア語学研修旅行で英語力を高めます。進学コースとアスリート進学コースは2年次の秋にシンガポール、マレーシアへの研修旅行、5日間の滞在で異文化体験の貴重な機会となります。他にもアメリカ姉妹校短期留学やセブ島英語合宿など様々なグローバル教育が充実しております。学校行事も充実しています。文化祭は来校者に楽しんでもらう企画が盛りだくさん。体育祭は3年生全員が浴衣で踊る伝統の明徳音頭から応援合戦など、とてもスケールが大きなイベントです。文武両道を掲げる本校は部活動加入率が高く、運動系部活動が特に盛ん。チアリーディング部は毎年全国大会で上位入賞。野球部やサッカー部など複数の部活動で関東大会や全国大会に出場しています。バレーボールコートが4面作れるほど広く、他部活と切磋琢磨しながら練習しています。その中で向上心を高められ、とても環境が整っています。全国大会優勝を目標に、日々人々に感動を与えられるよう、元気、勇気、笑顔で練習しています。高校を決める際に、明徳の試合を見させていただいて、よりレベルの高いところでプレーしたいと思い、入部を決めました。のびのびとプレーでき、最高の環境だと思います。隙間時間を有効に活用し、部活動と学習面のメリハリをつけています。文化系では書道パフォーマンスが人気の書道部などが活発です。もともと習っていたのもあったんですが、一番のきっかけとなったのは文化祭でのパフォーマンスを行えると知ったからです。一字一字丁寧に書くことで入学した頃よりも集中力が上がり、勉強にも集中できるようになりました。他にも運動系18、文化系18の部活動同好会が活動しています。部活動を通して仲間と励まし合いながら自主性や協調性を育むことも、行動する鉄人へと成長する大切な過程です。千葉明徳高等学校は生徒一人一人にとって最高に輝ける場所でありたいと思っています。そのために教師は常に生徒に寄り添い、明徳を引き出し輝かせ、行動する鉄人へと導きます。